その日、なぜか俺は会社と反対の電車に乗っていた。本当の自分が始まる気がした。ここではない自分へ、企業時代創刊フリー。その日、ついに俺は窮屈な檻から抜け出すことにした。お先。見えない首輪を外せた気がした。あばよ、昨日までの自分、企業時代創刊フリー。じゃあ改めてご紹介いたします。本日、男役の、ジューさんです。まあ、ちょっと撮ってから、ちょっとその後のお芝居の流れはこう。わかりました。とりあえず、ぼーっと、とりあえず立つと。はい。よーい、スタート。わあ。ジャンジャン。ジャンジャン聞こえ。本番、よーい、スタート。一週間何やってたんだ。すいません、何にも変わってないじゃん。やる気ないんだったらさ、やめろよ。明日まで直せるの。一週間かかって何も変わってないの、なんで直せるの。そうですね、そうですね。どうすんの。はい、カット。はい、OK です。ありがとう。あ、こちら OK です。はい。はい、OK です。はい。じゃあ、ここのヒロさんパートは。やるよ。正直言わせてもらって、思った以上の規模で機材。今まで僕、見たことのない機材がいっぱい来てたんで、ちょっとびっくりしましたね。すごいちゃんと、なんかいいものを撮ろうとしてんだなっていう。印象でしたね。で、僕が今やったのが、なんか海辺で走るとか、本を立ち読みするとか、本を買うとか、ぐらいなんで、なんか、うん、まあ、まあ、何の CM もそうですけども、俺でいいのかなって思いますよね。僕も、もともとその、社長とかなるつもりなかったんですけど、やっぱ必要に応じてですよね、僕の場合は。これはもうちょっと僕のわがままかもしれないけど、大きな組織に入るとスピード、感がやっぱ圧倒的に遅くなるんですね、いろいろ決断とかが。だからそうなった時にそれが僕には合わなかったから一人でやろうと。もう圧倒的にこっちだなっていう、僕はね、多分組織いたら今の俺はないですよね。全然未だにスーツ着てヒロシですっていう一択しかなかったと思う。金じゃないんですよね、好きに行きたいだけなんですよね。いや、うん、いや、まあ、きついこともあるけど、自分の好きにやりたいとか思うことがあるんだったら僕はそっちだなと思っただけですね。いやー、登山はこうでしょう。ここに登りたいと思って行ってるわけじゃないんで、ここを狙いたいんですよ、だから中腹を。でも思わずここに行っちゃう場合もあるわけですよ。えって、いやいや、俺ここでいいんだよっていう、もうこれやりたいことじゃないわけじゃないですか。物価高いでしょ、ここ。カップラーメン250円ぐらいするでしょ。嫌なんですよ。息苦しくて、寒くて。ここら辺、でも、下も嫌なんですよ。いろいろな居酒屋があるのも嫌なんですよ。だから、この辺。っていうのを、イメージしてるかな、仕事でも。いやー、
これ多分、でも、じゃあそういう人は起業すればいいじゃんっていうのは簡単なんですけど、俺はあんま言いたくなくて、もう起業する人はするよ。うん。もう、やっぱ、だって逆に言ったら、なんだろう、それぐらいのパワーがないとやっていけないもんね。自分で考えて。じゃあそのきっかけが、今回のこの雑誌でもいいとは思うし、この雑誌の一行でもね、やっぱなんか心に刺さるものってあるじゃないですか、本って。だから俺も昔からなんかそういう本読むの好きだったんですけど、本当にこうなんかやりたいことがあって、自分の夢を実現するため、興味があることはどんどんやればいいんじゃないって思いますね。なんだろう。豊かにするんじゃない自分の人生を。そうやって生きた方が、できることが、で、興味があることだったらどんどんやればいいと思う。だからそれも企業もその一つだよね。お疲れ様でした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 。どうでしたかって、どうで、なんとも言えないね。